スノーウィはタンタンの冒険シリーズに登場する架空のキャラクターである。この漫画のシリーズはベルギーの漫画家エルジェによって描かれた。スノーウィはワイヤーホックステリアという種類の白い犬であり、物語の主人公タンタンの相棒でもある。スノーウィの消失はシリーズ第一作のタンタンソビエト絵であり、 同作は1929年1月10日から1930年5月まで20世紀子供新聞にて連載されていた。スノーウィはエルジェがよく通っていたカフェにいたフォックステリアがモデルになっている。フランス語の元々の名前であるミルーはエルジェの最初のガールフレンドのニックネームでもあった。シリーズ初期の8作品においてスノーウィは 頻繁に内心のつぶやきを読み手に語っていた。エルジェは9作目の金のハサミのカニでハドック船長を登場させた後はスノーウィの読み手に語りかける役割を減らした。スノーウィの元の名前はフランス語でミルである。これはマリエ・ルイーズの短縮系であり、エルジェの最初の恋人の名前マリエ、ルイーズ・ファン・カゼムのニックネームが由来になっている。マリ・ルイーズの父親は エルジェの低い社会的地位が気に入らず、その結果若い恋人同士の関係が悪化した。それにもかかわらず、エルジェはマリルイーズのことを依然として愛していた。そして、彼女にちなんでタンタンが、最も信頼する相棒に、ミルーという名前を付けた。英語版において、スノーイと名付けたのは、毛色が白いからというだけでなく、 スノーウィーと小文字にすることによって漫画の吹き出しに収まるという理由もある。タンタンシリーズでしばしば活躍し、犬科のヒーローと称されている。タンタンの冒険シリーズの始めから終わりまで一貫して、スノーウィーはタンタンの相棒であり、旅の苦楽を共にする仲間でもある。それに加えて、スノーウィーはタンタンと共に、すべてのコミックアルバムに登場する唯一のキャラクターである。 初の単行本である、淡単ソビエトへにおいて、スノービは、コミックリリーフとして、笑いをもたらす働きをしている。最初の8作を通して、スノービはシリーズで淡々と並ぶ重要な共演者で、ある。人の言葉を理解することができ、作中では吹き出しを活用し、気持ちを伝えている。冗談、恐怖の感情、そして淡々に警戒してほしいと言った。 様々な状況による反応がある。初期の作品においては、機械工学と地理学に関心を持っている。また、淡々今後探検では聖書を引用している。スノーウィのキャラクターは、シリーズのストーリーが進むにつれて発達していた。初期の作品において、彼は他の動物を含めたキャラクターと言葉を交えたり、作中で行われている状況を説明している。 スノーウィのキャラクターは、ハドック船長が、金のハサミのカニに登場してから、その影響を受けるようになった。ハドック船長が登場する前は、淡々の自信満々で楽観的な様子と釣り合いを、取るために、スノーウィは素っけなく、悲観的な発言をするキャラクターとして描かれていた。皮肉屋のハドック船長が、金のハサミのカニで、初めてシリーズに登場して以降、スノーウィの性格は、 次第に陽気になった。また、スノーウィは、タンタンとだけ会話するようになった。スノーウィは、タンタンが危機に瀕しているとき、自分よりもさらに大きい動物に対しても恐れることなく、たびたび勇敢な姿を示す様子が作中で描かれている。タンタンが監禁されたときや、危険な状況に陥ったとしても、何度もタンタンを救出している。そして、 時々タ々ンタンよりも前に犯人を突き止めたりする。一方で、スノーウィが唯一苦手とするのは雲である。スノーウィはタ々ンタンに忠実であり、常に主人の傍らにいたいと思っている。不思議な流れ星においてタ々ンタンが一時的に、スノーウィを見捨てしまった場面では、スノーウィは大いに悲しんだ。他にも、ファラオのハマキでタ々ンタンがスパイ容疑で処刑されたときは、 彼が埋葬された呆然で夜まで泣き明かしていた。スノーウィはウイスキーが大好物であり飲酒する場面もある。スノーウィの食欲のせいでいくつか短く面白おかしいエピソードが起こる様子が描かれている。これはスノーウィが骨に全く目がないことと関わっている。骨が好きすぎるあまりにスノーウィは SOS メッセージを届けるような重要な任務を遂行するか。 骨を拾い上げるかのどちらかを決断しなければならないような時に道徳的ジレンマに何度も陥っている。ピーカー教授事件においてスノービはマリンスパイク上にいるシャム猫コを創造しく追いかけることに夢中だったが物語の最後では2匹は仲良くなる。1930年5月8日、タンタンソビエトへの連載が終了しスノービとタンタンのためのイベントが ベルギーのブリュッセル北駅にて行われた。スノーウィの役はエルジェが通っていたカフェのオーナーが飼っているフォックステリアが務めた。テレビシリーズのタンタンの冒険の中ではスーザン・ローマンがスノーウィの声を当てた。しかし作中のようなスノーウィのセリフはなかった。コンピューターアニメーションの観点からするとスノーウィはモーションキャプチャーによる映画タンタンの冒険。 ユニコーン王の秘密を2011年に制作する上で最も難しいキャラクターであった。犬の毛を表現することは一般的に難しいが、スノーウィは毛色が白く、また巻毛であるため表現するのがより困難だった。もう一つの問題は映画においてスノーウィを常に特定の角度から映し、スノーウィであることを認識できるようにすることが困難だったということだった。 映画制作の初期の過程において、スタジオでモーションキャプチャーが行われた時、制作班は本物の犬にスノーウィを演じさせるつもりだった。その後、本物の犬の代わりにパペットが使われ、操り人形師がパペットを操作した。役者がパペットと一緒に演技した後、スノーウィとその他のキャラクターをアニメ化する作業が行われた。ブルッセルにあるタンタンとスノーウィの看板。 ありがとうございます。